皆さん、おはようございます。マーティン。ダーのミリータクボーボイ、キングテクス。ADHD についてお話します。この不注意、いろいろあって。学習、仕事、または他の活動中に細かいことを見落としたい不注意の間違いをする。あとは、まあ、続けることがむず難しい継続力。直接話しかけられたのに聞いてないように見える。指示に従うことができます。できず、用事や学習でやらなきゃけばやらないことをやり遂げられない。あと、課題、あの順序立てができない。あとは課題を嫌い避ける積み重ね。 あとは、必要なものをなくしてしまう。あとは、まあ、隙が散ったり、あとは、汗っぽい、物は汗っぽいですね。あとは、多動性の場合は、まあ、もじもじしたり、席を離れたり、あとは、高いところを登ろうとする、はじまったり。あとは、静かに遊んだり、活動したりすることができない。苦痛が感じる、しゃべりすぎる。質問が終わる前に先に答え,てし答え始めてしまう。順番を待つことが多い。 周りの人の活動の妨害したり邪魔したりする。いろいろ大変ですけども、まず家族、先生、病院医師に相談することが大事です。というわけで以上です。バイバイ。